構あのダウジングって何だろうって思った時に水探すやつっていうことはね言いますよね。水探すやつって言いますけど、水探さなくてもペットボトル買ってくればあるっていう話ですよね。だけど、まあ今イギリスのダウザー協会と一番組織が大きいんで、そこで分けてるのがまずウォーターといって水を探しのダウジングっていうのがあります。で実際水を探してる人たちはたくさんいます。干ばつとかでもう完全に干上がっちゃったりね。2,3 年前政治が全く入んなかったのはもう干ばつです。水がないのです。あとはでっかい農場っていうのはまだあって、井戸をどこに掘るかっていう問題があります。それとウォーターがこのお昼の前にやったの地場癒し土地汚れ地の話がありましたが、汚れ地と関係があります。もうこれは1930年ぐらいですけど、ある都市でがんの死亡率がめちゃくちゃ高い、でいうことで、要するに水脈っていうのが水を飲むためじゃなくて、いい水脈と悪い水脈って、まあ、あればあるんですけど、悪い午前中の話だったら汚れ地に毎日寝て 2,30 年経つとがんになるって言われています。だからちょっといたら死んじゃうんだったらね、みんな30年ぐらい同じ場所に毎日8時間、どうですか、同じ場所に毎日8時間いるってベッドです。だからその場所が最も大事です。それと意識を持てばって言うんですけど、寝てる時意識って持てないですね。だから例えばこの場だったらみんなで瞑想したり、みんなで何かこうワークすればエネルギーが上がります。で人がいない空き家はバンバン痛みますよね。あれエネルギーがないからなんです。だから意識があれば基本的にはいいんですけど、寝てる時はゼロだからやっぱ場の影響を受けるんですね。で寝てる時に免疫っていうのは適正化していくんです。昼間にいろんなストレスで体が戻るリセットする状態なんで、寝る場所がとても大事ということで、水のどういうふうにあるかっていうのを知ってるってとても大事だっていう。で あとアースエナジーっていうのは、レイラインって言葉聞いたことあるかもわかんないですけど、パワーのあるいい場所、いい線を見つける。このいい線とやっぱ悪い線があるんですね。でそれは調べたりして役立てるっていうこともダウジングでは実はやっています。でさらに先ほど紹介したガートナーっていう人間はジオマンサーと言いましてね、土地のマジシャンで、例えば土地にある特定のマークを作ると清水がそこに寄ってきて、そこのマークのところもどんどんどん水に浸ってるんですね。だからこう場所を動かしちゃうんですね、マークが形 でそういうことをアンセナジーダウザーっていうのがやってます。でこれはちょっとあんまり縁がないと思うんですけど、アーキオロジーといって考古学の調査をするときにダウジングをするときがあります。何でもかんでも掘るわけにもいかないからです。であと4番目っていうのはヒーリングっていう目的、場所や人を心地よくするっていう目的で使うっていう、それ大体の4つの使い道がありますで、あとは特にうちの方でやってるのが、当然クリスタルのペンジラムもあるんですけども、そうだ、大体あと道具ってどういうのがあるかっていうと、一番最初に作られたダウジング道具ってこういうのです。これですね、これです。これどうやって、もともとは木があって、木の枝をカットして、でその木の枝を持って鉱脈とか水脈とかを見つける、これが最初です。でその次にこういうペルロットっていうものができました。このペルロットですね、交わるあるいは開くというサインでダウジングをしていきます。で、実は近代ダウジングっていうのはエジプトの影響をものすごく受けています。当然もう洞窟に入ってた時期から人はダウジングしてたと言われています。洞窟に住んでたのかな。でただ近代ダウジングになった時にフランス人のベリザル・シャメリーという2人がエジプトの神秘形状学を研究して、それをダウジングに適用したっていうことから、一つのラジエスセシアと呼ばれる近代ダウジングが発生しました。それはどういうことかっていうと、自分の
なんかこう直感とかサイキックとかいろんなものでピピッとやればピピッと出るというあのこともあるかもわからないんですけども、それをより安定させようということですね。一つのルールに基づいて安定させようということです。じゃあエジプトというと皆さんが一番よく知っているのは多分ピラミッドですね。ピラミッドパワーというのがあります。あのピラミッドってあります。でここの下から3分の1のところがネガティブグリーンといっていわゆるあのピラミッドパワーが出ていると。じゃあピラミッドパワーって何だろうというとあのミイラを作るっていうイメージがあるんですけど、でもピラミッドの中ほとんどご遺体は入ってない、入っているピラミッドはほとんどない。だからあの、まあ、ミイラを作るためとも言えないかもしれませんけど、あの要はミイラになるということはあの腐らない、殺菌してくれるっていうことで、あのそういったいい目的があります。あとはあの、まあ、瞑想をしていてナポレオンなんかもね、あの中に入って未来の映像を見たと一日という、そういう特殊な能力、サイキックな感覚をハッとこう上げる。あとは実は昔々は結核とかの治療法もなくて、あるいはがんとかそういうものにあの海外のダウザーたちはこのピラミッドパワーをとても使っていました。あの悪いものをこう殺菌していくような方に使う。でダウザー的には あとは遠くにエネルギーを飛ばす能力がある、運ぶ、そういったサイキックな感覚をやるという、そういうあのキャリチューウェーブというんですか、そういう能力もあると言われています。だからここは特別なあの、リチュアル、神秘的な儀式を行うエネルギーというのがあると言われています。でこれもあの実はダウジングではものすごくこう適用されています。でそういったエネルギーを調べるために、これが開発をされたんですね。こういうメモリーがある変わったペンチュラムがあります。でこれがを使ってそれぞれのエネルギーを調べて、どういう構造をエジプトで作っているんだろうということをこれで調べたんですけど、後にこれはあのヒーリングにも使われるようになっています。で、エネルギーの分け方なんですけど、まあいろいろありまして、かつてそのエネルギーをあのカラーで分けて認識していきました。いわゆるキーとかあのプラーナとかいわゆる7色ですね。あの赤、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、インディゴ、紫、紫外、白、ネガティブグリーン、これピラミッドパワーと言われる。で黒、インフラレッド、赤外ですね。で、あのよく見るアンクっていうのがこういうやつ、あの皆さんご存知だと思うんですけど、エネルギー分布があの緑、赤、紫、ピラミッドパワーっていうになっています。でこの形っていうのはあのエジプトの中でもとてもよく使われている形で、あの今お持ちしているのは実は日本足アンクで、これがあのプリアンクと呼ばれています。プリアンクっていうのはこの前のアンク、アトランティスの時代のアンクで、これは白黒で、ピラミッドパワーのこのエネルギーではなく陰陽で安定する形、つまり守ってくれる形ということになっています。なので、これですね。これはあの非常によく使われているもので身につけたり、これは壁に、これは首つけないんですよ。重いですねってさっき何人かの方が、ちょっと首が難しいですね。あのもう 1.7 ミリもあります。それシルバーのものと真鍮のものとあります。でこれはあの場をあの高めたり、あとはあのサイキックアタックというかあの心の守りになってくれる。でどうしてもヒーリングとかダウジングとかやる人っていうのはもうめちゃくちゃ幸せでめちゃくちゃ元気ない人がいて、めちゃくちゃお金あるから会いに行かないってことはあんまないんですよ。病気で苦しんでてね、家族もね、で仕事もうまくいかなくてっていう、要するにそう苦しい方に会いに行かなきゃいけなくなるんですね。で場所も素晴らしいある場所から来ないっていうよりも、なんか不吉なことばっかり起こって汚れるんじゃないかと思うの見てくれないって、だからやっぱ守るものをね身につけていかないといけないっていうことで、あのよくダウザーもこれをあのとてもよく身につけていきます。であのもう一個アトランティスリングっていうのがあるんですが、アトランティスリングっていうのはあのカルナック神殿でこの形 あのリングが見つかったんですね。石で作られた。でも三角形と四角の組み合わせの図形なんていうのはエジプトにないわけです。大体あの動物のような文字とかね、
だからこれはかなり特殊だと言われていて、アトランティスにルーツがあると言われています。でハワード・カーターが最後までこう身につけていたので、ハワード・カーターリング、あのツタンカーメンを見つけた人ですね。あのこれはあの物理的な守りをしているという。中にはルクソールシールといって大きくして場を整えるために使ったということも言います。まあ、これも代表的なものです。でペンチラムの方なんですけども、あの3つなんですね。この3つがあの基本3機種です。さっきのいわゆる型玉といわれる形がパワーを放す。でこれがあのジェドコラムといって、これの同じぐらい、あるいはこの次ぐらい使われている形で、場を整えていく、バランスさせていくというパワーを放つものなんです。なので初めて持つあのエナジーペンジュラム、形がエネルギーを放つエナジーペンジュラムはこれがいいと思います。なので、本も、もうトップにこれ1個載せています。最初に持つのはこれで、あともう一つあのこれはエネルギーを整えたりする力もあるし、自分でも自浄効果といって自分でバランスを整える、浄化していく能力があります。あと次はこのカルナックといって、これはまあ一般的には一番よく流通している。なぜかというとこれはこの形でヘミスフィアっていうんですけど、この形ですね。こういうのをこう半円球の下側っていうのはこのピラミッドパワーが出るんですね。この半円球、これがピラミッドパワーを作るわけです。でそれとあの類似した半円球があって、これはキャリッジウェーブといってエネルギーをこう遠くに届かせようとする力が放つものです。ということは遠くにあるものが地図の上で何か探したりとか、普通のダウジングをするときはとても能力を出すということで、いわゆる一般的なダウジングではよく使われています。まあ、これはオシリス、オサイリスペンジュラムといってピラミッドパワーをもう一手に出すというペンジュラムです。まあ、これはサイキックなダウジングをしたりとか、あとはちょっと高いレベルのヒーリングをするときに使います。ただよくピラミッド、そうですね、30年ぐらい前ですかね、ピラミッドの中に入って瞑想するのが流行ったことがあったり、ピラミッドを頭の上にかぶったり、あれがあるんですけど、ピラミッドの中に長期的にそれだけに偏るっていう、これだけのエネルギーがバランスよくあると整うんで、この強いエネルギーだけを受け続けるということはよくないもんですから、必ずこれを使った後はこれを使ってニュートラリゼーションといって通常化します。なのでこれが必ずこう必要っていうわけですね。で、あと、まあ、ヒーリングはじゃあどういうふうにやるかっていうと、ダウジングの関係では、この12色のカラーエネルギーが全部整っていくとバランスが良くなったということになるわけなんです。でそれをやろうとするんですね。でそれがまあ基本なんですが、新しく BG3 っていう黒いカタログがこちらですね。バイオジオメトリーというやつで、 BG3 っていうやつが新しく出ました。 BG3 っていうのはエネルギーセンター、バイオジオメトリー3といって、ウルトラバイオレット、ネガティブグリーン、あとゴールド、調和された場所、神聖な場所、いいエネルギーの場所、癒しの地は必ずこの3つ、ゴールドとネガティブグリーンとウルトラバイオットがある、エネルギーセンターがあるということ、必ずその3つがあるということが分かったんですね。 BG3 というパワーのあるエネルギーを放つ形だから、これを使って右に回すとそのパワーが出る。そうすると人にも場所にもいいエネルギーが出るというのが付け方が一つ。もう一つはいいエネルギーを放っているので、いいエネルギーの場所を探すにぶち当たると反応して動くから、ここいい場所だと分かるというふうに、あるいは悪い場所をいい場所に整えた、そうしたら反応をしだした、あ、良くなったって分かったというふうな、場を整えるときにものすごくこうクイックにこうやれるという能力があるんですね。でそれが長所、すごく楽なんですよ。あとは身につけたら臨時スルーを放すという。でただ短所は
それぞれのカラーを分けて操作することができないっていうことが短所です。ただ短期的にパワフルな調和されているのを放つことができるということです。それでよく皆さんにお願いをしているのが、黙ってるとちょっとダウジング、まあ、今度4月1日にダウジング のワークショップやりますけど、終わるとみんながね絶対やりたがるのってね、こう悪いとこ探しなんですよ。はい、ちょっと首痛くない？痛いでしょ。であとひどい人は、私も痛くなってきたから。あなたは膝痛いでしょ、私も痛くなってきたから。だから帰る頃にはもう痛いとこばかりなんですね。で悪いとこ探して、あれとか、あとは僕もそろそろ同窓会になるんでね、俺はもう痛風になっちゃってなっていう話、こっちはいやいや俺も糖尿始まっちゃってとか、俺は脳梗塞やったんだよとか、もう病気自慢が始まるでヒーリングなのにみんなで病気のことばっかりやって、悪いところでどうしても言いたくなって同情してもらいたいのかな、うん、でヒーリングも悪いところ悪いところ悪いところって、悪いところを探すのが上手くなると悪いところを見つけるのが上手くなって、そのアンテナがどんどん立ってくるんですね。わかります。だからほっといても悪いものにつながって影響を受ける能力がつくんですよ。そうそうそう。で人本当に嫌よね、ケチよね、意地悪よねって言うと、もうそういう人と縁をどん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 つなぐでしょ。でいい人が通っても気がつかない。で悪い人と悪いものを、自分の中にある悪いものを引き上げて共鳴するからパワーアップしちゃうでしょ。 でも実は自分は悪いやつになってるんですよね。人に人いつもあんなこと言ってとなっちゃう。でそれがやっぱダウジングでも人を助けるために悪いとこ探ししてきたダウザーたちが実はがんになってバタバタ倒れたり、それがこれはまずいぞということになったんですね。でそれでやったことが2つで、プロテクションする。俺はパワーがあるから大丈夫だ、意識が高いんだ、能力があるんだと言ってもスッとした隙にスッと入ってきて、入ったことに気がつかないのがエネルギーなんで、だからプロテクションすること、あとは自己ヒーリングすること、そしてあとはよく僕たちが聖地とかに行ったり、ダウザーって聖地好きなんですね、行くのはね、いいエネルギーをキャッチする能力をまず作る。